浜田正義君。公明党の浜田正義でございます。本日は両公示委員の皆様ありがとうございました。とても興味深くしていただきました。最初に大日向公示委員にお聞きしたいと思います。まさに少子化対策は内政の喫緊の課題だと思っております。特に今はこの第四次少子化社会対策大綱、これを取りまとめなきゃいけないという時でございまして、そういう時にこの少子化というこの問題をどう捉えるのかと、問題の構図をしっかり捉えなければですね、対策も間違うと思っておりました。そういう意味では先生からまさに、真の男女平等社会の構築、そして2番目には老若男女の共同参画の今こそ一層の推進という日本柱をご提示いただきました。これを今までもやってきましたが、これが地道により進めていかなければ、どうしても我々自身は90万人ショックというのがあったわけですね。なんかそういうのがあると、これは先ほど三浦浩一にもおっしゃいました、なんかどっとショックがあると、なんか特効薬がない、なんかいるんじゃないかと発想になりがちなんですが、そうではなくて、より基本は何なのかということを気づかさせていただきました。そこで2点お聞きしたいんですが、1点目には資料の2ページに書いていただきました四半世紀かけた子育て支援は今着実に地域に確かな動きが出てきてますと書いていただきました。発表の中で NPO や自治体、そして企業との連携の中でいろんな実りが出始めていると、そういうお話もございましたし、大日向公一人は NPO もやっておられますので、こういう具体的な動きがあるんですよと、後ろの方にパワーポイントもつけていただいていますので、これをぜひ全国にこういう形で展開していければというのがありましたら、少しご紹介いただきたいのが1点目でございます。もう1点は昨年の10月からいわゆる幼児教育保育の無償化をスタートさせていただきました。そして今年の4月から私立高校また高等教育館の無償化をスタートさせていただきます。これが子育て支援という意味でどういう評価ができるのか、さらにこれをさらにより子育て支援という意味で効果を上げていくためにはどういうことに留意すべきかと、この点について2点まずお聞かせいただければと思います。大日向公示委員。はい、ありがとうございます。地域の NPO の活動として、私が関わっていることで恐縮でございますが、シニア世代の特に男性が関わってくれる、男性はなぜ育児支援など関わってくれるかといいますと、ほとんど懺悔なんですね。自分の時はおむつ1枚変えたことがなかった、それから社会でやっぱり関わっていたいという切実な思いがあるようです。それから妻から追い出されたといいますか、ずっとお家にいないでということもあって、理由はさまざまですが、しかしそうして子育て広場に来て子どもたちと関わってくると本当に癒されるというんですね。で、企業人のところは、業績を上げればお給料上がった、昇進はする、でもそこで終わり、でも地域に出て子育て広場などで親子と関わっているとありがとうと言ってもらう、子どもの無償の愛にこう支えられる、人生長いんだということを言って、そのシニア世代の男性たちの働きが今度は祖父母、地域の祖父母力として若いお父様お母様たちの新しいこう拠り所となっているという点で、ただ自分の孫だけという狭い視野じゃなくて、こう地域全体を見渡せる。ですから昔は電車に乗った時などに子供が泣くと現役時代うるさいなと思った方たちが今は折り紙をポケットに忍ばせてあやしたりしている。こういう活動を聞きますと、私は競争社会から分かち合いというモード転換ということも地域から発することができるだろうと思います。もう一つ、全国の地域を見ておりますと、子ども食堂だとか本当に養護家庭の方たちに本当にかゆいところに手の届くような形で活動しているのはやはり地域の方、NPO でいらっしゃいます。ですがそういう活動ができるためには、そんな大きなお金でなくていいんですね。その活動をきちっと支えてくださる財源と、それから信用として
基礎自治体が認めてくださることがとても大事だと思います。その2つを今マグマのように起きている、5年前、10年前はあんまりなかったんです。でやはり基礎自治体はお金とか信用がある、 NPO はフットワークの軽さと、当事者性がある、うまく持ち味を生かすことだとございます、ことだと思います。2点目の幼児教育無償化に関してございますが、これは私は実は正直に申しまして複雑な思いで受け入れました。と申しますのは、もちろん無償化が悪いことではなく、教育子育ての経費をできるだけ低くすることはもう全世界共通の課題で、日本は遅れているくらいです。ですから無償化をしてくださることは嬉しいこと、でも優先順位というものがあるということは常々考えておりました。特に消費税増税分は未来の子どもたちに借金を残さないというところに返すというふうに使うものだと思っていた、あるいは待機児対策とか学童保育の充実とか、さまざまに問題がたくさん山積みしてた、保育士の処遇改善だってあっただろう、そういう中でいきなり無償化ということが降って湧いたように起きたこと、そしてこれは、子ども子育て会議では十分議論する場ではなく官邸マターとして降ろされてきたことに関しましては戸惑いも正直ございました。でもとにもかくにもスタートしたのであれば、なんとかより良いものにしようということで会議でも皆が知恵を絞っておりました。そういうところで今一番心が願っておりますことは質です。保育の質というのは子どもたちの成長に何より大事なところ。無償化するのであれば世界各国は政策的効果をきちっと測った上で無償化の対象を選んでいる、この効果測定ということが日本は遅れていると思います。遅まきながらそういうところに私たち教育保育に携わっているものはこれからますます力を注がなくてはいけないというふうに考えております。以上でございます。浜田雅之君。ありがとうございます。この幼児教育また保育の無償化につきましては効果測定という言葉をいただきました。しっかりそういう形ができるように、保育の質が保てるようにですね、これからも改善させていただきたいと思っておりますし、またこの NPO の活動を通じられて企業また自治体 NPO の共同といいますか、5年前10年前じゃなかったものが動き出していると、これさらに後押しできるように我々も力を尽くしていきたいと思います。続きまして三浦浩一にお聞きしたいと思います。今般の新型コロナウイルスのこの世界的な状況につきまして、いわゆる国際政治学の観点から地政学の観点から講義いただきまして興味深く聞かせていただきました。その中で各国が排外主義的な対応をしていると、それが科学者であっても分断が生じ、それまた市民の分断に助長し、これが今言われている世界的な経済的な問題を増幅するんではないかと興味深く聞かせていただきました。そういう中にあって我が国も まだ取り組んで途中でありますけれども、その経験をしっかり逆に国内の対応だけではなくてこういう医療とか保険の分野で十分な資源がない国もあるでしょうし、そういう国への支援にも使わせていただきたい、使わせていきたいと思っておりますけれども、逆にこの分断の状況を少しでも協調に変えることはできないのか、ご存じのように3月下旬には G7 の外相会議もあります。アメリカである予定でありまして、もともとこのコロナの問題がない前からも中国の問題を議論しようよということになっていたわけでございます。でこれについて今回まさに重要な時期だと思うんですね。できればこの排外主義的なこの対応を少しでも協調に持っていくためには、どういうような日本の貢献主張がしていくのがいいのかにお聞きしたいのが1点目でございます。もう1点はもう1つ分断している問題ございます。核廃絶核軍縮の問題でございまして、この3月5日は実は NPT 発効50周年の日だったんですね。で今年は5年に1回の NPT 再検討会議の年でございまして、4月の下旬からいわゆる運用検討会議が始まる予定でございましたが、
割と各国とも悲観的な状況になっています。このようにいわゆるアメリカとロシアが INF 全廃条約についてこれをまあやめてしまったと、失効してしまった。一方で2021年にはいわゆる新スタートの期限という問題がある。これについて少しでもそれが再延長できるように、できれば二国間だけではなくて多国間のものになっていくようにということへつなげれるかどうかというのが問われているわけです。逆に言えば一つ目の問題とも関係するんですが、これだけ世界の危機感が高まっているときだからこそ、最近 G7 ってあんまり価値が下がってきているわけですね。 G20 に比べて G7 で一つのこのコロナウイルスに対する一つの方向性を出しながら、他のいろんな問題についても強調していく。ともすれば今は分断型、自国ファースト的なものがあるものを、それだけでやはり地球が回らないということを言うタイミングでもないのかなと、そういうことを日本は貢献できないのかなということを合わせて、コロナの問題と核軍縮の問題についてそれぞれご意見をお聞かせいただければと思います。三浦浩実に。はい、ありがとうございます。新型コロナウイルスに関して先ほどイタリアの例をですね、フォーリンポリシーの論文を聞きながらご紹介いたしました。でそこでもやはり一番の分断や政治家問題の政治家の原因として挙げられたのがやはり弱い政権なんですね。つまり弱い連立政権を通じて政治家が起こると。つまり日本でどうしてイタリアに比べるとですね、これだけ深刻なコロナの被害がありながらもまあこの程度で収まっているかというと、政権が安定しているからだろうと思うんですね。したがってまず G7 のその首脳同士の間でできることというのはお互いに支え合うことであって、間違ってもですね、入国制限をお互いにぶつけ合ってやり取りすることではないんですね。でこれをせっかく意見陳述の機会をいただきましたので、一つだけ日韓両国について申し上げますと、確かに韓国の感染は深刻ですから、入国を制限するかどうかというのは政府のご判断だろうと思います。ただそこにおいて外交的な緊張を和らげるやり方というのはあったわけで、例えば、根回し、もう一つは政府の対立は致し方ないけれども、実際に日本企業の大企業を含めあらゆる現場で頑張って労働力として貢献してくれているですね、韓国からそのまま就職してくれている人たちに関する目配りができているよというメッセージを、例えば4月入社を決めている人たちに関するですね、このような日本政府は目配りをこうしているよと、企業に対しても指導するよというふうなメッセージさえあれば、仮に韓国政府がこれだけ同じように感情的に反応してもですね、やはり印象は違ったと思います。というようにまずは現状ある政府しか存在しないのだから、首脳同士非難し合ったり協力を拒むのではなくて、まずは資源を融通し合ったり、でそしてその当事国のですね、被害が広まっている当事国の制限にまずは任せるというのが大事ではないかと。つまりイタリアのコンテ首相はですね、サルビーニさんからのどんどん右から圧力をかけられた結果、初動対応が遅れたという批判を受けてですね、中国からの直行便、中国への直行便を禁止するんですね。でそれがヨーロッパ初の、試みであったということを自分の成果として公言されます。でその後にイタリアに対してヨーロッパ各国が、あるいは世界各国が取った措置に関してはですね、コンテ首相ご自身は反発を抱いておられるわけですね。外交というのは相互主義です。したがって自分が行ったことが内政上のインパクトだけではなくて、いずれ自分がその場に置かれた時に降りかかってくると。これはコロナについてはもう一番人を選ばねずに感染しますから、表出することなんだろうというふうに思います。もう一つ、日本政府が G7 はじめですね、世界各国に助言できることというのは、やはりその先ほど申し上げた外交上の原則とも関連しますが、法律至上主義というのはそこまで悪いことではないと思うんですね。でそれは新しい事態が起きると新しい法律を作れということになりますが、やはり日本のように厳格な法治国家であっても多少の融通は効くのであってですね、
日本がなぜこれだけ被害がまあまあ抑えられているかといったときに、やはり香港と並んでですね、人々のその末端の人々それぞれの、例えば手を洗うであるとか、いろんな行動の規則を守るとか、そういった秩序正しいですね、公衆衛生の概念というのは無視できないだろうと思います。その公衆衛生の概念こそ伝えること、あるいは移入することが難しい概念なのですが、しかしそういった地道な努力こそ役に立つ場合もあるだろう。逆に自分たちが学ぶべきこともあるだろうと思います。一斉休校は整然と行われましたが、他方でですね、パチンコであるとか、さまざまな高齢者が出入りする施設に関して、じゃあどのように体温測定していくのか、あるいは健康状況を見ていくのか、人々を話すのかというような、そういったオペレーションに関しては、シンガポールや香港の方に学ぶところが大きいだろうと思います。まあ、自分たちだけが優れているという立場に立たずに、そこら辺の自分たちの貢献できるところをメッセージとして消化していき、同時に他の国のいいところも紹介していくというやり方が必要ではないかと思います。2つ目のご質問ですが、核兵器に関しましては、基本的に軍拡あるいは軍備管理両方について言えることですが、技術革新の側面においてはですね、軍備管理というのは進みません。ですから核兵器やその運搬手段が技術革新、軍事革命の局面に入っていれば、必ずその軍備管理は失敗し、他方でそれが不要なものになればなるほど、軍備管理が促進されるという構造がございます。実際にオバマ政権でですね、戦略核を削減した背景には、そのような大量の戦略核を維持していくだけの費用の見通しが立たないという現実的な理由がございました。他方でトランプ政権で再確認されました核戦術核をめぐるですね、方針については、これは実際にロシア中国が軍拡を行っている局面では、なかなか日本としてもですね、何らかの対案を出さなければ戦術核の増産に歯止めをかけることはできないと思われます。で、基本的に130兆円ほどの支出が見込まれると考えられているアメリカの戦術核の増産を止めるためにはですね、逆説的ですが、日本が通常兵力を拡大するしかないんですね。核が嫌なのであれば、日本が同盟の中での負担割合を増やして、それを核ではない兵力によって、アメリカの負担を多少肩代わりするという方向でしか実現が難しいのではないかと思いますが、とはいえ正論を維持し続けることも大切ですから、日本政府としてはその二重の努力をしていただきたいと思います。浜田さん、ありがとうございました。終わります。